皆さんこんにちは、フォーカスです。 B リーグ20-21 シーズンが無事終了したので、今回から今シーズンポジション別ランキングをしていこうと思います。それでは B リーグ20-21 シーズン日本人ランキングポイントガード編です。どうぞ。最初に参加資格を説明します。参加資格を保持する選手は日本人選手です。多重国籍者や海外から来た日本国籍保持者も対象内です。帰化選手、アジア枠は含みません。また今回のランキングは今シーズンのみのレギュラーシーズンでの活躍を評価します。そのため選手の実力が上でもチーム事情なので下にランクインすることもあります。また単純なスタッツだけでなく、どれだけ勝ちに貢献できたかも踏まえて総合的に評価します。最後にポジションは B リーグの登録ポジションではなく、試合に出場した時に一番多かったポジションでランキングします。その点についてはご理解お願いいたします。それでは行きましょう。川崎ブレイブサンダースでプレーした篠山選手は今シーズンもチームの魂として躍動しました。激しいディフェンスとハッスルプレーに加え、高い統率力で個人スキルは他の選手と比べて少し低いものの、川崎を東地区3位に導いた立役者です。クラッチタイムでも強さがあり、しれっといいところを持っていく能力も持ち合わせています。彼の試合を読む嗅覚はポイントガードとして非常に大きく、正統派ポイントガードの活躍でした。スタッツは1試合平均 5.9 得点、 1.3 リバウンド、 4.7 アシスト、 0.8 スティール、0.1 ブロック、フィールドゴール 45.4%、スリーポイント 33.7%、フリースロー 70.0% でした。今シーズン3円ネオフェニックスでプレーした鈴木選手は B リーグ史上キャリアハイの活躍を残しました。平均アシスト 5.2 は B リーグ全体7位と素晴らしい数字を残し、得点面でもその類まれなスピードでコンスタントに得点し、あまり得意でないスリーポイントも今シーズンは 37% を記録と申し分ない活躍でした。27点を取る試合もあり、背の小さな子供たちのお手本となるプレーを今シーズンも見せてくれたと思います。スタッツは1試合平均 7.7 得点、 1.5 リバウンド、 5.2 アシスト、 0.9 スティール、 0.1 ブロック、フィールドゴール 45.3%、 スリーポイント 37.0%、フリースロー 76.2% でした。西地区王者の琉球ゴールデンキングスでプレーした並里選手は今シーズンずば抜けたスタッツを残すことはありませんでしたが、ポイントガードとしてのゲームメイクと得点のバランスが非常にいいシーズンでした。琉球には今村、岸本、田代と外からのシュートが上手い選手と、クーリーのように強力なインサイドの選手がいる中、その間のスペースであるミッドレンジショットやペネトレートなどで琉球のオフェンスに厚みを持たせる活躍だったと思います。スタッツは1試合平均 8.3 得点、 1.4 リバウンド、 3.9 アシスト、 0.8 スティール、 0.1 ブロック、フィールドゴール 42.5%、 スリーポイント 31.7%、 フリースロー 69.5% でした。昨シーズンを除いて3連覇のかかったシーズンであるアルバルク東京でプレーした安藤選手は大きな試練のシーズンでした。エースの田中選手やカーク選手が怪我で離脱することもあり、いつもの東京の強さが出せない中、しっかり得点とアシストで数字を伸ばし、さすが日本代表といった活躍でした。昨シーズン不調だったスリーポイントも今シーズンは平均 3.5 本打って 39.3% と、ポイントガードとしては9大点を残し、スコアリングポイントガードとしての仕事を全うしました。スタッツは1試合平均 10.3 得点、 1.7 リバウンド、 3.9 アシスト、 0.6 スティール、 0.0 ブロック、フィールドゴール 43.2%、 スリーポイント 39.3%、 フリースロー 81.0% でした。西地区王者の琉球ゴールデンキングスでプレーした岸本選手は今シーズンも琉球のエースとして活躍しました。
オフシーズン中に指定難病を患ったにもかかわらず、今シーズンはそれを感じさせないプレーで全国の人々に大きな希望を届けました。さらには沖縄アリーナのヤシの木のデザイン付近から放たれるディープスリー、通称ココナッツスリーは、そのキャッチーな名前とは反対に相手選手の心をへし折っていました。ディフェンスでも高い貢献があり、帰化選手がいないにもかかわらず高い守備力を誇る琉球の核となる活躍でした。スタッツは1試合平均 8.6 得点、 1.8 リバウンド、 2.5 アシスト、 0.6 スティール、0.0 ブロック、フィールドゴール 41.4%、 スリーポイント 38.7%、 フリースロー 81.4% でした。ワイルドカード下位でのチャンピオンシップ出場を果たしたサンロッカーズ渋谷でプレーしたベンドラメ選手は、今シーズンも高い守備力と得点力で貢献しました。1試合平均 1.3 スティールは今シーズン全体9位であり、攻撃的な守備が彼の恐ろしいところです。あまり得意ではないフリースローも今年は 83.3% を記録しており、得点面でも厚みが出てきました。岸本選手とどちらを上にするか迷いましたが、総合的に判断した結果、今シーズンはこの順位にランクインしました。スタッツは1試合平均 10.3 得点、 2.3 リバウンド、 4.5 アシスト、 1.3 スティール、 0.1 ブロック、フィールドゴール 39.2%、 スリーポイント 33.3%、フリースロー 83.3% でした。ワイルドカード上位でのチャンピオンシップ出場を果たした富山グラウジーズでプレーした宇都選手は、今シーズンこれまでとは一味違った活躍を残しました。これまでスタッツの鬼だった宇都選手は、今シーズンマブンガ選手とスミス選手の強力外国籍の活躍により、例年よりスタッツは低いですが、その高いバスケットボール IQ とオフボールでの活躍が目立ち、チームのバランスを見ながら試合を組み立てる能力が光りました。フィールドゴールは 52% と、ポイントガードでは日本人最高のスタッツを残し、ゴール付近での高いフィニッシュスキルは相変わらず脅威でした。スタッツは1試合平均 10.4 得点、 3.8 アシスト、 2.3 リバウンド、 0.9 スティール、 0.1 ブロック、フィールドゴール 52.0%、 スリーポイント 25.0%、 フリースロー 80.5% でした。今シーズン名古屋ダイヤモンドドルフィンズのエースガードとして活躍した斉藤選手は、スコアリングポイントガードとして大きな存在感を残しました。その素早いドライブからなされる高いフィニッシュスキルは、とても171センチとは思えない得点力であり、スリーポイントシュートも1試合 2.7 本打って 35.3% と、まずまずの確率を残しました。外あり、ドライブあり、アシストあり、さらにはディフェンスでもスティールありと、本当に素晴らしい活躍でした。今季はチャンピオンシップに導けなかったことが惜しいところではありますが、それでも素晴らしい活躍でした。スタッツは1試合平均 12.5 得点、 5.7 アシスト、 2.1 リバウンド、 1.2 スティール、 0.1 ブロック、フィールドゴール 50.1%、 スリーポイント 35.3%、 フリースロー 85.3% でした。今シーズン川崎ブレイブサンダースを東地区3位に導いた藤井選手は、今シーズンもありえないエナジーで活躍しました。今シーズンはスタメンでの起用も多く、川崎名物の3ビッグのゲームメイクでも活躍しました。激しい運動量は相変わらずで、シュートの確率も高かったです。スタッツ面では斉藤選手の方が優れていますが、川崎の強さの原動力となっている点を踏まえると、この順位にランクインしました。スタッツは1試合平均 10.5 得点、 4.2 アシスト、 1.9 リバウンド、 1.1 スティール、 0.1 ブロック、フィールドゴール 43.3%、 スリーポイント 35.4%、フリースロー 84.4% でした。今シーズン初の優勝を勝ち取った千葉ジェッツのエースである富樫選手は、今シーズンも B リーグを代表する活躍でした。1試合平均 13.8 得点は日本人では金丸選手に次ぐ2位の記録であり、得意のスリーポイントは1試合平均 6.4 本を打って 38.1% と、非常に素晴らしい確率を残しました。さらに彼のスリーポイントシュートの多くはプルアップであり、彼の高い個人打開力が現れています。今シーズンは念願の優勝も果たし、富樫選手にとってもいいシーズンだったんじゃないかなと思います。
スタッツは1試合平均 13.8 得点、5.6 アシスト、1.5 リバウンド、0.8 スティール、0.1 ブロック、フィールドゴール 41.4%、スリーポイント 38.1%、フリースロー 82.8% でした。いかがだったでしょうか。今回は B リーグ2021シーズン日本人ランキングポイント側の編をしてみました。この動画が良かったり、このチャンネルに興味を持ったりしていただけた方は、高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは、I'm Speed Going.